星のおじさま作家はアントン・ドゥ・サン・エグズュペリー翻訳は倉橋ユミコ第一章六歳の時ジャングルのことを書いた本当にあった話という本の中で すごい絵を見たことがある。それは14の獅子の飲み込もうとしている大蛇の絵だった。ここにその写しがある。その本には大蛇は絵物をかじまずに丸飲みにし、その後は動けなくなって、 半年の間眠っている。その間に飲み込んだえいものが消化されると書いてあった。それを読んで私はジャングルの中では一体どんなことが起こるのだろうとあれこれ考えてみた。その挙句色鉛筆で め私の絵の第一号はこんなものだ。私は得になってその傑作を大人に見せ、これ怖くないと聞いた。すると大人たちは母子がなんで怖いんだと言った。 私が描いたのは帽子ではない。像を消化している大蛇の絵だった。大人に帽子の絵だと言われて、それなら今度は分かってもらえるだろうと。大蛇の中心を描いていてみた。 大人というものは、よく説明してやらないと理解しないものだ。私の第2号の絵は次のようなものだった。すると、大人たちは外側であろうと内側であろうと大蛇の絵なんか描くのはやめて。チリ と歴史と算数と文法を勉強しなさいと言った。そんなわけで私は6歳の時に絵描きになることを諦めた。第一号の絵も第2号の絵もうまく描けなかったのでがっきりしてしまった。大人な時たち 自分だけでは何も分からない。何度となく繰り返し説明してやらなければならないのだから。子供はくたびれてしまう。そこで私は絵描き以上の職業を選ぶことにして。飛行機の操縦を覚えた。そして世界中を飛び回った。 なるほど。地理は大変役に立った。私は一目で中国とアリゾナの区別がついた。特に夜自分の飛んでいるところがわからなくなった時にはとても助かった。これまでの人生で多くの偉い人に出会った。 大人たちとも多くの時間を過ごした。大人たちの様子も身近に見た。それでも私の歓迎はあんまり変わらなかった。私から見てもの分かりの良さそうな人に出会うと、私は試しに手元にある 第号の絵を見せてみる。本当に物語がわかる人がどうか見極めたかったからだ。ところが答えはいつも「これは僕だ」だった。そこで私は大蛇の話もジャングルの話も星の話もやめにした。 その人のレベルに合わせて、ブリッジやゴルフやセ治ジやネクタイの話をした。すると、大人たちは、こいつは話のわかるやつだと言って喜ぶのだった。